はい、たくさんご視聴いただきましてですね、ありがとうございます。はい、今回からですね、ちょっと恐怖の弾き語りシリーズもですね、300本超えたので、で前もちょっとね、いろいろ、動画撮ってたんですけど、なんていうかね、ちょっとジャズですね、ジャズ、でジャズっていうと怒られるかもしれないんで、私ユーコリン先生っていう方のね、見てるもんですからね、お前のなんかジャズじゃないよってね、うん、そうだと思うんですよね。はい、そうなんですよ。うん、でもこうジャズっぽい音っていうのはね、すごいこう、すごいいいわけですよね。うん、だから、まあ私はカシオペアとかスクエアでね、そういうのをやっぱ教えていただいたので、こういう。ですね、例えばですね、はい、そういう、まあジャズじゃなくてもですね、うん、なんかそういう感じでですね、楽しめればいいじゃないですかね。まああんまりね、そんなね、ね、演奏家のプロになる人はまあね、もう深く勉強していただきたいと思いますけれどもね、そんなにね、アマチュアでね、楽しむ分にはですね、はい、そういうことでですね、まあこうピアノをですね、恐怖の弾き語りはもうピアノが簡単に弾けますよっていうことなんですけど、ちょっとその次の段階でですね、まあピアノを弾いてる方はもうこれもうすぐ弾けると思いますけども、はい、そんな感じでですね、弾いたことない方もすぐ弾けるようにですね、そういうのを、これをですね、今このピヨピヨ教材をまた作りましてですね、これ今2個書いてありますね、手書きでね、いつもピヨピヨ教材全部手書きなので、こんな立派な本とかには別になりませんので、はい、それから、ピアノが弾けるようになる方法でね、ピヨピヨ教材使ってますので、おしゃれな音とかですね、いろんなのが出てきますので、はい、あとまあどうしたらピアノを弾けるようになるか、地球的観点からですね、説明しておりますので、地球的観点からですね、宇宙とは言わないですね、地球的観点、地球はもう存在するのでね、地球は間違いなく存在してますので、はい、うん、地球的観点からですね、宇宙っていう言葉はですね、ちょっとね、使うのはですね、ちょっと慎重になってきまして、ね、最近ですね、はい、そんな感じでですね、はい、あまり長くなってもあれなので、このシリーズもね、100本やればですね、結構弾けるようになってるかなっていう気がするんですけど、200本やればね、200本これ動画撮ればですね、結構もう200回分のネタがないとできないですからね、できないですから、うん、結構ね、できるようになってんじゃないのかなって。で、あとはこのフレーズっていうものがですね、組み合わせができるようになったりするとね、組み合わせることができるようになったりすると、あれですね、結構広がるんじゃないのかな、はい、だからピヨピヨのですね、そんなのジャズじゃないシリーズ、ジャズじゃないシリーズね、ちょっと題名考えますけれどもね、でまたでちょっと変えるかもしれないですね、なんかいい言葉が思いつけばですね、はい、そんな感じで、まあとにかくね、動画だけ撮ってあればですね、はい、まあピアノをね、全然なさったことがない方でもですね、こうね、うん、まあ、クラシックはですね、もう楽譜通り弾くしかないじゃないですか、クラシックはね、うん、だからクラシックは別に問題ないわけですよ。もうひたすら練習するだけですよ。あとはどういう風に表現するとか、そういうことになってくると、これもまたね、正解のない世界ですよね、うん、シャレじゃないですよ、うん、正解がないんですよ、うん、ないですよね、うん、こうしたらこうだとかね、うん、
いやそんなのクラシックじゃないよってそんなのジャズじゃないってね、だから何でもいいわけですよね。でもユーコリン先生素晴らしいのでね、あのジャズの方ね、ユーコリン先生、まあみんなご存知だと思いますけれどもね、はい、まあ、ユーコリン先生知らない人いないですよ、ジャズ好きな人でね、もう、うん、いないと思いますよね。まあ、よっぽどスマホ持ってないとかそういう人でない限りですね、はい、はい、そういうことでですね、はい、チャンネル登録するかはねちょっとねやっぱりその個人のねあれですけどねはい、それで、じゃあ早速ですね、はい、1ですね、はい、これちょっと難しいですね、こんな風にこれピヨピヨ教材、まあこんなのね、いっぱい載ってると思うんですよ、あの YouTube にも載ってますしね、だからこれは著作権ないと思うんですよ、これ著作権ないですよね、これは誰々の作曲とかないから著作権ないと思うんですよ。詰将棋っていうのも著作権ないらしいですよね、ね、詰将棋、うん、だから管理できないってことなんですよ、管理ね、ジャズのフレーズとかね管理できないじゃないですか、うん、そういうことなんじゃないですかね、うん、管理できたら、あと俳句とかね、俳句はもうスーパーコンピューターにですね、これは私米長邦夫先生の本で読んでね、全ての地球上の全ての言葉をスーパーコンピューターに入れて全ての組み合わせをはいのドンってやれば、全ての俳句がそね、うん、できるわけですよ、はい、そういう、はい、そんな感じでですね、音楽だってね、うん、究極はそうなりますよね、究極はね、全ての音符の組み合わせっていう、いやーどうだから、うん、だからなんか似てんですよ、似てるのがよく出てくるんじゃないですか、 YouTube にもね、 YouTube にこれとこれ完全に同じだよみたいなね出てくるじゃないですか、はい、あとアニメのシーンとかでも出てくるんですよ、アニメのシーンとかでも出てくるんです、なんだっけな、なんだっけ、昔見たんですよね、うん、はい、載ってると思いますよそれ、はい、なんだかねだからまあね、まあまあそれはその YouTube のコメントとか見てください、はい、はい、はい、で2番ですね、これがこんな感じでですね、あとはまた和音のやつとかもですね、なんかね面白いのあればね、どうなんでしょうね、うん、そうなんでしょうね、はい、うん、まあまあやってかないと分かんないですね、でもねどうなるかね、はい、はい、それでこれをいわゆるスイングっていう、このパチパチっていうのを裏でやるとかね、そういうのがね、メトロノームを裏にしてやるとかね、よく言ってる人いますよね、はい、でそこまでやんなくてもいい、やりたい人はやればいいですけどね、やりたい人はやってですね、うん、はいはい、まあそんなのはまあいいじゃないですかね、できるようになったらやればいいですね、はい、それであとベースとちょっとこうやってみます、はい、3、4、この
ベースがですね、ここに録音できるので、ということですね。いつも言ってますよね、私ね。はい、まあまあ、これは初めてご覧になる方はですね、恐怖の弾き語りシリーズとかいつも言ってますので、はい、まあ、いつもは言ってないか、いつもは言ってないですけどね。はい、あとね、レフトとライトに録音できますので、一人連弾とか一人2台のピアノとかね、できますのでね。はい、で、次2番ですね。はい、2番。はい、はい、ということでですね、はい、でこれにちょっと左手を入れましょう。はい、全部頭でいいと思いますね。はい、どうでしょうかね。これもやってて面白いですよね。面白いじゃないですか。これでなんか、ああ1個できたなっていう、こう宝物が増えてきますね。で2番ですね。2番がここがちょっと、ここがちょっと難しいので、これだけちょっと練習していただいてですね、はい、ちょっと手がね開かない。234ごめんなさい。ちょっともう一回。はい、もう一回。2、下手くそっていうね。まあこんなもんですよ。一回やりましょう。はい、ですね、まあいろいろこう引き出しが増えていけばですね、別にこのアドリブっていうかですね、アドリブってアドリブじゃないっていうかですね、その引き出しをね、どれだけ知識単語を知ってるかっていうか、うん、まあその後の世界もまたあるんでしょうけどね。ただこう楽しみでこうやってね弾く分にはですね、別に隙間が埋まればいいかなって、あと隙間があってもいいじゃないですか、うん、全然弾かないでちょっと弾くとかね、いろいろあるわけですよ。うん、大体ね、この私も僕ね、いろいろやっていただいたことなんですけど、まあ、ベースとドラムの方がいらっしゃればね、大体ねそんなにね、うん、あとね、こう、うん、セッションとか行くとね、みんなもう弾いてくれるじゃないですか。弾いてくれるんですよ。だから、そんな弾かなくていいっていうかね、うん、そういう音楽なんですよね、結構ね。うん、それでなんか、お前やれよって言った時に、やれよってこう、なるわけですよ。で、そこでちょっとやればいいんですよ。ちょっとね。
でその時にちょっと隠し芸的ななんかねそういうフレーズっていうかそういうのを持ってれば、いいような気がするんですけどね、うん、あの、うん、でも本当のプロになりたい人は本当のプロになる人はそれはもうね、まあ、こんな動画見ないでしょうしね、うん、あのはい、猛勉強ですよね、うん、っていうかねもう、うん、そんなこんな動画なんか見てる暇ないですかね、わかんないですけどね、やっぱね超一流の方のを聞いてね、うん、それで、うん、研究されてるんだと思うんですけどね、うん、はいはい、そんな感じでまたいろいろおしゃべりしていければなと思いまして、はい、どこまでできるかちょっと分かんないですけど私自身もチャレンジですね、はい、まあまあ今ので聞いていただいてこんな程度ですよ、うんうん、はい、だからね、でもねこれ100回やったらちょっとね良くなるかもしれないですね、うん、なんかお役に立てばなと、こうやってね今1と2ですね、この下に3と4って書いてきます、3、4、5って書いてきますので、はい、これどんどん溜まってきますので、ね、このあとまたこれね動画アップロードしたらまたアイデアが出るかもしれないしですね、はい、あのどんどん出てくるので、はい、YouTube にもいっぱい載っててねそれパクってもいいわけですよ、パクってあのどんどんパクればいいんですよね、パクってパクってこれどんどん作ってね別にね販売するわけじゃないからですね、はいはい、ということでですね、はい、どうもすみません、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、では、ちょっとタイトルを考えたいと思います、はい、失礼します。